はい、今日は録音して上等。はい、休憩時間にちょっと中に入らさせてもらいました。こんな感じでだいぶ桁まで出来上がった状態ですね。これ大黒柱です。どうなってるかちょっと楽しみです。これが上の桁組ですね。いや、今日の意気込みだ。意気込みですか。意気込み、まあ無事怪我なく終わればいいかなと。モーターステをやることでなんか緊張とかないですか。いや大丈夫です。社長がそういうことなので。じゃあよろしくお願いします。近いやります。はい、だいぶもう出来上がってきましたね。まあ今お昼休憩中かな。もうだいぶ上等に近しという形ですね。まあ2階の桁の上に2階の床と同じような厚みの合板を貼るという、まあ二重桁工法というかですね、桁に合板を貼っていく形をとっています。これによって耐震強度が非常に上がるという形ですね。さあ、胸上げが完成しまして、屋根も出来上がってきましたね。はい、これが桁の合板ですね。24ミリの合板を一面に貼っていく。これによって強度を非常に高くなると。壁も面材は合板を使いました。まあ、いろいろ考えましたが、これが私の最高の考え方の中で正解なのかなっていう形で作りました。柱は杉を使っています。土台はヒノキですね。全部無垢材です。大引きも今回はヒノキを使ってるみたいですね。通常は杉を使ったりするんですけども。桁、梁は米松を使ってます。なんかもうこの状態でだいぶ出来上がってる感じですよね。一部この二重桁の構造面材を天井で表す。ここは特にもうこのまま完成をするっていう形ですね。結構見栄えいいですよね。ただわざわざ化粧をするというわけではなく、まあ、そのまま構造を見せようっていう試みは、まあ、元橋邸ならではかなと思います。まあ、これからどんどん工事が進んでいくと思うんですけれども、まあ、この後シロアリの防御処理っていうところも紹介していきますので、よろしくお願いいたします。はい、上等風景どうでしたか。すごい前の日からワクワクしていて、上等日すごいいい天気で上等ができました。ありがとうございます。50代からの住まい住み替えですね。究極の自邸作りその2になります。これから家作りを考えている方はぜひ見てほしいなって思ってます。まあ、この50代からの住み替えとか、まあ、30代からの住み替えとか60代からとかいろいろあると思うんですね。まあ、今回私のコンセプトですね、究極の家づくりって言ってますけど、何を究極にしてるのかっていうのもしっかりと伝えないといけないなと思ってます。まあ、実験要素はもりもりはしょうがないです。私の本業なので、いろいろ実験をしてそれをフィードバックしてお客様に提供したいっていうところはあるんですけれども、究極にこだわるのはリセールバリューのこだわりなんです。リセールバリューっていうと、まあ再販ですね。私が住んだ後この家がどれだけ価値を生み出していくかっていうのが究極に目指すものだと思う。ということは、家はコストパフォーマンスよく作っていくっていうのが最も大事な要素ですね。でもじゃあできるだけローコストで作ればいいのかっていうと、まあ、現在の建て売りとかの問題もあるんですけれども、どんどん年々寒さを感じて、まあ、年々断熱性能が上がるんですよね、家って。じゃあその断熱性能がと上がる終点を目指すっていうのが一つの、まあ、こだわりですよね。その中で最もコストパフォーマンスよく作ることを念頭に作ってます。だからすごいいい材料とか入れるとか、何か高性能なすごいものを入れるってわけじゃなくて、まあ、20年後に30年後にそれが
当たり前の建材になってるだろうと思われるものを、まあ今の時代だとどうしてもそれが少し高価なものも出てくるんですけれども、それがどんどん10年20年30年というと、まあ量産されるとコストが下がるというところですね。それをまあ先を越して少し高いだけどコストパフォーマンスリセールバリューがいいんですよっていうような建材を使っていこうと思います。第2回は構造について、まあ上等ができたので構造についての考え方、あとはシロアリ防御について話していきます。まずは構造からですね。構造はまあ当然構造計算書が残っている家なのか残ってない家なのかは今の中古住宅見れば分かりますけど、確認申請書っていう何 8ページぐらいしかないようなペラペラのものしかついてないっていうのが一般的ですよね。じゃなくて構造計算をされていて長期有料住宅を認定が取れていて、まあ今回うちの場合は住宅性能表示も取ってます、ベルスも取ってますっていう形で、まあ認定ものっていうのは再販今度売却するときにこんなに資料あるんだったら安心だねっていう要素が取れるし、その家のまあ構造やら仕様がしっかりと分かるっていうのは、まあ、これからその次の世代次の世代が住んでいくのに安心要素になってくるかなと思います。構造に関して言うと箱を重ねたような形で作るよって、これは今回平屋なので箱を横に並べたような感じなんですけども、2階建てでも同じです。箱同じ大きさの箱を2階に箱を積み重ねていく方が強いよっていうイメージですね。決して無理をしない、無理なすごいスパンを飛ばして広い空間を作ろうとも思わず、最も効率的な工法にしています。無駄な構造にもしない、なんか基礎はめちゃくちゃ分厚いんですよとかダブル筋がすごいんですよって言っても、はっきり言って軽い木造にあまり意味がないと思うんです。なのでコンクリートも鉄筋配置もしっかり構造計算通りできるだけ経済設計で作ったというところです。コスパよく強度強くっていうところはこの箱のような作り方、無駄な構造にしない無理をしないっていうところから生まれてくるかなと思います。だからこれから家作りする方は間取りを無理をしないような間取りを作っていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、構造計算はホームズくん構造 EX というソフト、許容応力度計算をしていくんですけれども、まあ、これで計算していって実際に構造ビューワーっていうのを見ると、まあ、第1回でもお見せしたんですけどこんなような感じですよね。こんなような形で耐震等級表示をすると、まあ、下のグリーンのラインが設計の壁量なのでめちゃくちゃ、まあ、このブルーのラインが耐震等級さんですからめちゃくちゃ構造的には強いよ、耐震等級3があって必要壁量としてはですね。まあ箱を重ねるってどういうことかっていうと、ここが一つの箱、ここが一つの箱、平屋だから結構大きな箱を作れますよね。ここが一つの箱でここが一つの箱、1、2、3、4個の箱で構造として出来上がってますよというところです。その箱の四隅には必ず柱があるっていうのが条件ですね。なのでこれからプランをして検討される方はこの四隅、箱を重ねたプランになっていて、特に 1,2 階が同じような箱の形になっていて、そこの四隅に必ず柱があるっていうような形で作っていただければな、もしくはチェックして、ここに柱がなかったらとても無理した構造現実にはできなくはないんですよ、ここに柱がなくても。だけれどもそれだと無理がかかった構造になって逆にコストは上がってしまいますよっていうところです。その上で耐震強度が落ちますよという形。これは熊本の益城町14日ですね。益城町は軟弱地盤なので地盤の揺れが非常に激しいというところからすると、まあ私が立っているところは地盤が硬いので逆に地盤地震波としては増幅されずに行くんでしょうけれども、まあ、最悪の条件で、まあ、実際揺らしてみるっていうシミュレーションができるというところですね。こんな感じ。これ
なんだか分かんないかもしれないんですけども、熊本の益城町14日の地震案が受けているんです。何にも変化がないので分かりづらいので、変化を出た物件をちょっと見てみましょうか。まあこれはまあ G ラップの30坪2階建てで、2階建てになると1階建ての柱が非常にダメージ受けるので、まあ益城町14日ですね。通常2階建てだと1階の柱とか2階の耐力壁は黄色いダメージくれます。これ耐震等級3の設計の建物ですね。黄色いのはまあ本当に軽微な損傷なので、まあ後には影響を受けない、繰り返し地震にも影響を受けないっていうような形、耐震等級3でもこうなんですよ。先ほどの持たせては一切何にもダメージ受けないみたいな作り方をしています。まあこんな形で何か特別なものを入れるとかそういうことは基本していない。大黒柱が入ってるんですけどね、これいらないんですけど、大黒柱どうしても入れたくなっちゃうっていうの、これ元足ってちょっとだけの贅沢かなと思います。続いて防御処理の方ですね。上棟が終わってだいぶ屋根も出来上がって安定した頃に一番最初に入るのが防御の処理かなと思います。シロアリ防御処理について、まあ今回日本ボレイトさんの放散防御処理っていうのをしました。まあ一番私が考えるのは、一般的な殺虫剤を使うような防御処理はちょっと嫌だな、もしくは基礎断熱の場合は中に防御剤を入れられないのでより効果が薄まっちゃう可能性があるので、まあ、人体に無害な放散を使った防御をするっていう形をしました。維持メンテナンスコストを下げたいというのが一つの要点です。放散は揮発しないのでずっと雨漏れとか水で流されない限りそこに留まり続けるというところですね。効果が長持ちする、揮発しないというところです。で、再生工、まあ通常のシロアリっていうのは5年の保証がついていて、5年ごとにまあ保証をつけたいなら再生工していく。私はいつもお勧めしているのは5年後、まあ、効果が切れて保証が切れても10年までそのままにして、まあ、5年ごとに点検はしていただいて、で10年目に再生工っていう形を取ってくださいと、まあ、殺虫剤系のシロアリの方はですね。でこの放散の場合は保証が15年なんです。で5年に一度有料の点検を受けて5年10年点検を受けて15年まで保証が効くっていう仕組みみたいですね。なので一番コストがかからないものに構造的に防御対策を取ったという形が、まあ、今回究極のコストパフォーマンスがいい家作りかなと思ってます。ではシロアリ防御処理の作業を少しご覧ください。どうぞ。今日は楽寿の自邸の防御処理、シロアリの防御処理をする作業をちょっと説明します。どうぞ自己紹介をお願いします。はい、おはようございます。日本ボレイトの玉井と申します。よろしくお願いします。今日は、まあ、我々はですね、放散を使った防御処理を行っております。はいはい、これ結構世界的には当たり前のことで、日本ではまだまだちょっと採用率が少ないんですけれども、はい、放散って調べれば、まあ後で説明しようかなと思うんですけど分かるんですけども、めちゃくちゃ人体にはまあ安全で、だけどシロアリとかにはもうめちゃくちゃ効果がある、っていうので、まあ世界的には使われているんですけども、今日本だと一般的にシロアリ剤ってどういうものを使ってるんですか？一般的にはまだまだ多いのが、殺虫剤ですね。殺虫剤、はい、だから結局保証期間って5年が多いですよね。そうですね、はい、その殺虫剤はですね、有機物なので、うんうんうん、まあ、どうしてもいずれ分解してなくなってしまうので、はいはい、まあ、5年ぐらいしたらこう効果なくなってしまうんで、うんうん、まあ、保証もなくなるし再処理しましょうねっていうのが、まあ、結構日本がやってるスタイルなんですけども、うんうん、放散って無機物なんですよ、はい、無機鉱物なので、うんうん、なくなることがない。なるほど。はい。なんか近いものだと、ガラスとかも無機物ですし、はい、あと、お塩、岩塩とか、うんうん、一番近いの岩塩がイメージ近いのかなと思うんですけど、うんうん、
あれも無機物なので。なるほど、はい。もう蒸発しないってことですね。そうですね。で、だいたい保証期間はブロンドエガードさんは何年なんですか、はい、じゃあ15年ですね。15年ですよね。はい、だから2倍、3倍。まあ、通常の白アリエの3倍、はい。さらにその後っていうのは、はい、やる必要性あるんですか？その後はですね、はい、まあ、やる必要性はないですけども、ただ、やっぱ保証が欲しいってなると、はい、ちょっとやらなきゃいけないところがあるんですけども、はい、まあ、5年に一度点検は、まあ、有料でさせていただくという形ですよね。はい、そうですね。で、15年保証があって、じゃあ15年目にもう一度、はい、塗り直すんですか？15年目は、まあ、床下ぐらいしか潜れないので、はいはい、床下潜って処理をして、うん、まあ、再施工で保証つけますよ、保証の延長ですね。なるほど、なるほど。はい。そういう形。また10年延長が。通常のシロアリは5年で保証が切れて、はい、5年で再施工するんですね。そうですね。だから地獄ですよね、あれ。金額としては。まあ、そうですね。金額もやっぱりちょっと高いとは思いますし。ですよね。ただ、初期の費用が非常に安い気がする。あ、安いです。安いです、ね。これはちょっと、業界の闇に触れてしまうんですよ、ね。闇なんですよ、これ。はい。だから、ちゃんと保証をつけてずっと行きたいとなると、5年に一度、結構な金額を払いながら維持していく。はい、その維持管理が大変になっていますよ、というところですかね。まあ、最初にやる仕事が、はい、コーキングというか、シーリングなんですかね。そうですね。はい。はい、まあ、最近の建物がこういうベタ基礎がほとんどだと思うんですけども、はい、うん、ベタ基礎でもこうシロアリが入ってくる隙間がありまして、はい、うん、ここの建物はですね、はい、かなりしっかりできていると思います、うん、なので作業とかも少ないんですけども、はい、まず入ってくるのが基礎のこうセパレートの金具ですね、はい、通常こういうところにあるのが多いと思うんですけども、うん、あのセパレートって基礎のこう型枠を止めるやつ、 あれがこう外とつながっているので、うん、その下からこう入ってくる。ああ、そこが隙間になるんですね。はい、でそこからこう軌道を作ってこう食べていくっていうのがあるので、はい、そういう隙間をですね、はい、これ放散入りのシーリング材なんですけども、はい、まあ、そこでこれを使ってその隙間を埋めていく、うん、やるとシロアリが通ってこれなくなりますので、でこの建物で言いますと、はい、まあ、基礎貫通している部分というとこういう配管周りなので、はい、まあ、一応やってあります。うん、例えば横出し基礎横出しですと、うん、あのシロアリが入る確率はかなり少ないと思います。はいはいはい、最近はよくこう地面からね、はい、耐圧板から抜いていく、ね、でこうスリーブ管になってるってなると、はい、そのスリーブになってるところからもシロアリバンバン入ってこれるので、でそこは塞ぎます。なるほど。あれ本当にこうちょっとシロアリ業界、シロアリ業界ってのもおかしいですけど、うん、我々の業界から見ると、はい、なるべく本当やめてほしい、横からやってもらえると一番、まあ、それでも一応ボレートシールっていうやつで、はい、あの防ギーがされているコーキングで塞いでいって、はい、そうですね、放散が入ったシーリング材ですね。わかりました。まあ、うちの基礎っていうのがこう基礎断熱っていうやり方で、はい、こういうふうにちょっと耐圧板なんですよね、これ。ああ、はい。で、さらに、ポーチの部分も、はい、もう耐圧板で一発打ちです。はい。だから、もう上がってくる要素を、うん、まず地面から上がってくる要素をなくしてるんですけども、はい。どう思います？これは。これ、素晴らしいと思います。これで、はい、あの、地面から登ってくるシロアリさんは、はい。なんて言うんだろう。ここは必ず点検できると。そうですね、インスペクションゾーンっていうのを作ってるんですけども、はい、実際こう飛んできてペタって張り付くとかってあるんですかね。シロアリはですね、はい、大きく2種類に分かれるんですよ、はい、うん、はいはい、地下シロアリって言ってこう地面から来るシロアリと、うん、で今おっしゃってたような、はい、飛んでくるシロアリ、完全シロアリが最近日本ではかなり増えてきてまして、地面から来るシロアリはもうこの作り方は本当に素晴らしいと思います。軌道っていうのを作って上がってくるので、はい、あの必ずチェックができるので、うんうん、で、あとはまあ基礎断熱だと思うんですけど、はいはい、これがまあ通常の多くの作りはこれが地面まで行ってるじゃないですか。そうですね、地面に埋まっちゃうということですね、はい、そうするとシロアリって寒いとこ嫌いなので、うん、断熱性みたいなあったかいのがあると、はい、そこを食いながら上がってくるので、なるほど、基礎外断熱
は本当にシロアリリスクめちゃくちゃ高いと思います。ただまあ断熱材の種類がいろいろあったりとか、防御断熱があったりとか、あとはもう本当皆さんこの作り方をおすすめします。こうね、はい、いいですよね。いいと思いますね。この玄関のポーチも通常って後から打ち継ぐじゃないですか。ですね。そうするとその打ち継ぎの部分と基礎のこの隙間、地面から上がってきて入ってきて玄関の被害が多いんですけども、まあ、こうなってるといいと思います。わかりました。はい。ありがとうございます。完全シロアリはそうですね。うん、もう本当にこの新築骨組みの状態の時に、はい、うん、放散で全部処理するっていうのをお勧めいたします。この土台から1メーターではなくて、はい、全部です、ね、小屋もやるのが一番いいっていうことですね。はい、そうですね。本当に日本で今アメリカ完材シロアリって、その空から飛んでくるシロアリが増えてきてまして、はい、うんうん、ちなみに本当にあんまり見たことないんだけど、はい、やばいの、はい、やばいです。私、Facebook とかインスタで、はい、日本で一番アメリカ犯罪シロアリを知る男って入れてるんですけど、いつでもご案内できます。はい。はい。これが、これから使用する、放散の水溶液ですね。はい、うん、これかなり濃い濃度も、本当プロ用に作ってある、はい、放散の水溶液なので、うん、結構皆さん薬局屋さんで放散って売ってるので、うん、はい、あれでできますかってお話があるんですけど、うんうんうん、あれってほとんど水に溶けないので あれだと効果がほぼないと思うんです。なるほど。できなくはないです。薄くても何回も塗って乾かして塗って乾かしての何回も繰り返せばできるんですけども、うんうん、これも本当に防腐防御用の放散ですので、うん、かなり濃いので作ってあります。うんうん、で先ほどお話ししたようにですね、はい、これ無機物ですので、はい、匂いがないです。その分解することがないので、でこう透明ですね。本当だ、お水みたいですね。だから殺虫剤と違うので、はい、まあ、毒物ではないってことなのね。そうですね。で、まあ、一応どんなものにも致死量っていうのはあると思うんですけど水でも水の致死量は10リットルとか、ね、ああそうですね。で毒性としては本当にお塩と同じぐらいでして、うん、塩の致死量、反則致死量 LD50 がですね、うん、体重60キロの人でだいたい180グラムって言われてるんですよ。で放散も同じぐらい180から200グラムをこう一気に食べると死んでしまいますよって言われてるぐらいで、毒性としてはもうお塩と同じぐらいですね。で水に溶けていて乾燥させることで固着させるみたいな感じですね。はい、そうです。水と一緒に、まあ、こう木に塗って、うん、で、木の中に水と一緒にこう染み込んでいってまして、うん、で水は蒸発するのでなくなって、はい、放散だけがこうコーティングされて残るみたいな感じですね。うん、なるほどなるほど。そうするとこうシロアリが来てもこう食べられないものになる。食べられない。そうですね。放散は結構いろんなものに使われてまして、はい、うん、まあその断熱のセルロースファイバーに使われたりとか、うん、まあ、あとグラスウールも放散入ったりとか。あ、そうなんですか。はい、あとはこう耐熱ガラスとか、うんうん、なんかガラスを加工しやすくするために放散が入ってたりとか、うん、なるほど。あとこう畑にも必須微量栄養素って言って、うん、栄養として放散まかれてたりとか、うん、そういうの、まあ、もう身近にいろいろ使われてます、ね。わかりました。昔はなんかこう目洗ったりする消毒として放散使われて、あと高級なキャビアには防腐剤として放散が入ってるらしいんですよ。だから高級なキャビア食べたことないのでまあね、致死量を超えなければ別に食しても大丈夫だよっていう素材。全然大丈夫です。赤ワインなんかたっぷり入ってますので。あ、分かる。あれなんでシロアリさんは嫌いなの、はい、ちっちゃいから。いや、ですね、はい、腎臓を持ってない生き物が放散を摂取してしまうと、はい、まあ、腎臓を持ってる生き物ですよ。腎臓で放散ろ過して、はい、おしっこで外に出しちゃうんですけど。そういうことなんだ。はい、だから虫、ゴキブリさんとかもあるんですね。はい、食べてしまうと放散を排出できなくなって、うん、もうこう代謝が止まって死んでしまうんですよ。なるほど、なるほど。ですね、まあ、はい、この放散、うん、この我々ボロンデガードで放散を使って防腐防御処理をしてるんですけども、うん、これ世界的に使われているものですので、はい、うん、いずれ日本でもちゃんとこう広がっていくとは思ってるんですけども、うんうん、メリットはですね、
効果が長続きする、うん、なぜかというと無機物なの で,、うん、で無機物なので気圧も分解もしないので、うん、ここにたっぷり処理しても、はい、お家の中に入ってくることはないので、うん、住んでる人は全く安全ですよね、うん、安全で長持ちするっていうのがもう一番のメリットだと思います。あとは、化学物質過敏症の方でも、今までやった中で問題なく使えてますので、まあ、それぐらい安全なもの、まあ、安全で効果が長く続くっていうのが一番だと思います。結構吹くんですね。そうですね。たっぷりと。はい、どうでしたか。まあ、これでしっかりシロアリにも安全な家ができる。ただアメリカ関西シロアリが飛来してきて飛んでくると私の家的にはまずいかなとちょっと思ってます。外壁が杉ですし、ね、もうほとんど木で作っている家なんで、まあそこら辺、まあ屋根までやるといいんでしょうけど、まあ実験要素もりもりとして基礎断熱の外断熱、まあすごいボレットさんに褒めてもらいましたけど、これがどう効果するか、まあ、それは効果というよりはシロアリに食べられなければいいんですけれども、地中熱利用とか断熱とかで床下の温度湿度を調査したい、換気空調をちょっとこだわりたい、機械は少なめでエアコンの存在を消したいっていうところの実験をいろいろしていきます。まあ、換気風量で空調ができる家が私の最初の憧れ、パシブハウスでお聞きした時にそれができるんだよって言われて、マジかよパッシブハウスいいなっていうところからこの断熱気密の知識を高めていったっていうところありますので、まずは換気風量で空調できるかちょっとやってみようっていうところです。最後お知らせです。5月6日ですね、月曜日なんですけど、子供の日の振り替え休日ですね、気密見学会っていうのをします。まだ断熱工事はされていない状態で、気密ができた状態で気密測定を一度するんですけれども、その測定に一緒に見てもらいたいっていう、どういうところから空気が漏れやすいかとか、まあちょっとマニアックになっちゃうんですけれども、ぜひこれから家づくりを考えている方はぜひ見てほしいなと思います。予約制なので詳しくは楽寿のホームページよりご覧ください。まあ、lakuju.jp からホームページ飛びますね。LAKUJP ですね。はい。第2回ですね。上等からサッシがついていくので、サッシ付け終わったぐらいで、また動画作ろうかなと思ってます。サッシはエクセルシャノンですね。まあ、サッシに関しては本当に今後進化していく素材なので、まあ、可能な限りいいものを使いたいとは思ってます。それではまた楽しみにしてください。ありがとうございました。